皆さんこんにちは。後編はベースの作り方についてお話しします。100均で着色済みの木製トレイを買ってきました。裏返しで使うのでラベルを剥がしておきます。まずコピー用紙にベースサイズを写し取ります。この紙を切り出してキットを配置してみましょう。ストーリーを考えながらレイアウトを決めます。一番楽しい時間だと思います。レイアウトが決まったら情景部分のサイズを決めます。島のように情景が盛り上がっていることからこのような形をアイランドベースと呼びます。小物の配置図を書いておいて忘れないようにしておきます。タミヤのスチレンボードに転記します。できる限り一筆で綺麗に切り取ります。電飾ケーブルが通る穴を開けておきます。コンクリートのつなぎ目を描いていきます。まずは下書き、そしてカッターで切れ目を入れます。切り落とさない程度に浅く入れます。できました。次にコンクリートのテクスチャーを入れます。使うのは木工ボンドとメラミンスポンジです。そのままでは食いつきが悪いのでまずは600番の紙やすりで磨きます。木工ボンドを塗りメラミンスポンジで叩きます。この技法はドールハウス作家シックスカートさんの動画から勉強させていただきました。乾燥するとざらついた下地が出来上がりました。それでは薄いグレーで着色していきます。各パネルごとに方向を定めて筆塗りします。小さな平筆でこのように塗れば当然ムラになるのですが、そのムラがコンクリートらしい味わいに見えるので良いと思います。ガサガサの艶消し状態ですので半光沢で艶を調整したいと思います。この工程は後のウェザリングに大きな影響を与えますので必ず行ってください。 Google マップを参考に滑走路のマーキングを考えます。紙に下書きをしてイメージをまとめていきます。直線を描くのでマスキングテープを使ってみましょう。細く隙間を開けてマスキングテープを貼ります。マスキングテープを細かく切るときはカッティングマットに貼りましょう。小さく切ったテープを活用して規則的な点線を引けるようにします。隙間に流れ込まないように濃いめの塗料で塗ります。筆塗りですので多少はみ出しますが、ここは修正をしましょう。細かい部分もすべてマスキングで描き込みました。できました。グッと滑走路らしさがアップしたと思います。それではウェザリングカラーのグランドブラウンを用意して、これを全体に塗るのではなく下地の筆ムラに合わせて塗っていきます。
そして溶剤をつけた筆でブレンドしていきます。この時下地を半光沢にしておかないとブレンドがうまくいきません。ヘラを使ってランダムな飛沫を飛ばすのも有効です。以上で塗装とウェザリングの終了となります。縁の部分は黒で塗ってしまいましょう。筆のお腹の部分を使えばあまりはみ出すことはありません。取り付けは木工ボンドを使います。木工ボンドのはみ出しは水で濡らしたペーパータオルで拭けば OK です。以上でベースが完成しました。ガウの塗装を行います。使う色はパープルとホワイトです。たくさんの塗料を調合するときは100均のソースカップが便利です。この容器は蓋をすると数週間塗料が持ちます。調色した塗料はレタッチ用に完成まで保存することをおすすめします。水道水を加えて希釈しておきます。1回目、サフも何も吹いていないのでまともに色は乗りません。弾いてしまうぐらいです。ひどいムラや塗料だまりもできていますが、特に気にせず作業を進めてしまいます。2回目、ここからはちょっと塗料の食いつきが良くなってきていますね。あまり変わりませんが3回目です。4回目、ようやくムラも減って色がまとまってきました。赤に少量の黄色を混ぜて朱色を作って部分塗装を行います。あまりはみ出さないように筆の直線部分をうまく活用しましょう。はみ出しは面相筆で修正を行います。ガサガサになってますね。半光沢クリアで整えましょう。缶スプレーの使い方は他の動画を参考になさってください。半光沢を拭くとこのように美しい塗膜を得ることができます。それではエナメル塗料で墨入れを行います。専用の溶剤をご用意ください。紙パレットの上に塗料を取り、溶剤で薄く溶かします。オウモールドを中心に色を塗っていきましょう。モールドをなぞるといいと思います。続いてはみ出し箇所の拭き取りです。綿棒を用意しましょう。溶剤を染み込ませてあまりドボドボにならないように拭いて調整を行います。こんな感じで溶かして拭き取ります。エアインテークは黒です。塗料を濃いめに調整して部分塗装を行います。はみ出しは綿棒で拭き取ります。このように拭き取りを利用すると奥まった箇所も簡単に塗り分けをすることができます。機体番号や注意書きなども書き込んでみました。数回書き直しをしております。ウェザリングカラーでピンウォッシュを行います。攪拌をせずにそこにたまった粉、顔料を取り出して使うのがコツです。モールドの大部分ではなく隅に塗っていきます。またパネルラインを強制的に描くことにも使えます。モールドを彫るのは難しいです。描いて再現する方が簡単だと思います。溶剤で整えます。筆に含ませますが、その量がとても重要です。こうした時に指先がしっとりするぐらいがちょうどいい状態です。飛行中の空気の流れで汚れが伸びた感じを描いていきます。
筆先で塗料を動かすといった感じです。線を消してしまわない程度の加減で塗料を上手に拭き取りましょう。部分的に汚れを強調してあげるのも良いと思います。最後にランダムな飛沫を加えます。軽くなじませておきましょう。このようにパネルラインに沿った規則的な汚れとこの偶発的な汚れを混ぜることがとても大切です。膠着装置の製作。ランディングギアは2ミリのプラ棒で作ります。丸棒は回転させながら切るとうまく切れます。 0.3 ミリ厚のプラ板を細く切り出します。ここに輪切りにした丸棒を取り付けていきます。これを黒で着色します。ドロドロ系の接着剤で機体に取り付けます。ベースに押し付け位置を決めてそのまま乾燥を待ちます。最後にカバーを取り付けて終了となります。機体をベースに接着します。 G クリアをエナメル溶剤で溶かしましょう。G クリアはこのように模型用の溶剤で溶くことができます。ラッカー溶剤でも溶けますが強い溶剤成分が塗膜を溶かすので使えません。タイヤに塗って取り付けます。しばらく押さえていればすぐに固まります。タイヤが浮いていると興ざめです。設置には十分注意しましょう。背面の配線を取り付けて G クリアで直接固定します。以上でガウの作業は終了となります。小物類の製作を行います。まずはサムソントレーラーを作ってみたいと思います。ザクを使ってプラ板のサイズを測ります。プラ板の切り出し方法は前編をご覧くださいね。各パーツに分離します。一辺を45度ぐらいに削ります。大まかで大丈夫です。これをつないでいきます。サイズの誤差は接着時に溶けたプラでなじみます。45度の額縁カットを行います。細く切ったプラ板を90度に重ねて対角線でカットします。これでシャーシが出来上がりです。2ミリの丸棒を回しながら切り出していきます。これをタイヤとして接着を行います。出来上がりました。トレーラーヘッドを作ります。まずはプラ板で箱組みをします。この時も端を45度に処理をしておくと綺麗に仕上げることができます。伸ばしランナーでタイヤを作ります。余ったランナーを切り出します。まっすぐな部分が使いやすいと思います。ライターの上でぐるぐると回します。折れ曲がってきたら頃合いです。ゆっくり伸ばすと太い伸ばしランナーが出来上がります。細いものが作りたい場合はすぐに伸ばしましょう。
伸ばす勢いで太さを変化させることができるというわけですね。さて、およそ 1.5 ミリ程度の太さに伸ばしたランナーを輪切りにしていきます。これを貼るとタイヤが再現できるというわけです。一番薄いプラ板を曲げてフェンダーを作ります。資料を参考に細かいディテールを貼り付けます。これで工作終了です。パープルに少し色を加えて塗っていきます。タイヤを塗ります。爪で筆を整えると細かい箇所が塗りやすくなりますよ。ジオンマークのようなものを塗ってみたり、ヘッドライトの点を白で打ってみたりします。トレーラーの筋彫りも描いて再現をしております。塗り終わったら半光沢でコーティングを行います。ウェザリングカラーで汚して雰囲気をつけていきます。搭載されるザクはシャー専用機にします。ピンクと赤を混ぜ合わせて塗っていきます。各部を塗り分けて基本塗装終了です。半光沢でコートをしてウェザリングカラーで墨入れを行います。溶剤でぼかして整えていきます。エナメルの白でマーキングを施します。モノアイの部分はエナメルの黒でまず塗りまして、白色をちょんとのせます。その上からクリアーレッドをまたちょんとのせたら完成となります。付属のドップ、翼の分厚さがとても気になります。金属ヤスリで薄く削ります。ヤスリの入らない箇所はデザインナイフで加工を施しました。ガルマの合気ですのでオレンジ色で塗ってみます。コックピットは青色です。ウェザリングカラーで墨を入れて溶剤でなじませる。エナメルでマーキングを書き込みます。ランディングギアを自作します。伸ばしランナーを輪切りにして薄いプラ板に貼り付けます。これを折り曲げて機体に貼り付けました。前の足も同じように製作しています。出来上がりです。アヒルにそっくりですね。それでは配置していきましょう。ズゴックなんですが直立不動なんですよね。ちょっと動きをつけましょう。折れない程度に強引に指でグッと曲げるだけです。いかがでしょうか。接着には G クリアを使っています。一体が歩いていると雰囲気が出ると思います。接着箇所が多い場合は木工ボンドでも十分取り付けが可能です。最後に人形を作ります。
伸ばしランナーを適当な長さに切り出してプラ棒に接着をしておきます。赤黄白を混ぜて肌色を作り、先端に大雑把でいいので塗ります。緑色でまずは帽子をちょんと塗ります。それから服を塗ります。これで肌色が小さく塗り残せるというわけです。ガルマは頭を紫色に塗っておきます。襟元の赤をちょんと塗っておきます。シャアは服を赤色に塗って、黒と黄色の模様を色を置いて再現しておきます。出来上がりました。では取り付けます。まずはガルマです。木工ボンドで取り付けています。次はシャアを取り付けます。会話をしているように並べてあげます。全部取り付けていきます。タイトルプレートを制作します。タイトルはパッケージのロゴを使ってみようと思います。ハサミで大まかに切り取り、ナイフで細かく精度を高めておきます。これをプラ板に木工ボンドで貼り付けます。側面や裏を黒で塗りつぶします。半光沢クリアでコーティングしておきます。裏に支えをつけて斜めになるよう取り付けました。落款のようなマークをつけます。バンダイのロゴを切り抜きます。側面を赤で着色をします。この部分に取り付けてみました。以上でタイトルプレートの制作終了となります。さあ出来上がりました。完成です。難しい作業も多かったですが、いかがでしたでしょうか。模型は簡単に作ることだけが楽しいのではありません。難しいからこそ面白いと思います。自分が実現したい世界を創意工夫で作り上げてみてくださいね。ご視聴ありがとうございました。